3ヶ月プログラム終わりました。自信はついたのか、自信は出たのか。何が出るかな。プラチン EAA ピーチマンゴー。私が選んだのか。プロテインのコーヒーキャラメル。今日飲むかもしれない。ちょっと気になってしまう。で、安定のプロテインのナチュラルチョコレート、ビタミン B12。はい、ジム11回目行ってきました。今日と次でラストです。今日は下半身、ロアバディと体幹かな、腹筋体幹やってきました。下半身の時めっちゃ汗かく、汗が恥ずかしいぐらいやばいかきます。超気持ちいい。やっぱ尊敬できるトレーナー、自分がお手本、見本としたいトレーナーとの巡り合い、出会いっていうのは本当に大切と思います。自分がやっぱり尊敬できる人じゃないとついていきたい、ついていこう、学びたいっていう意識にならないので、自分に合ったトレーナーを見つけるのも本当に大切だなと思います。そのトレーナーとも関連してるんですけど、やっぱエクササイズしながら自分が今やってるこれはどこの筋肉に効かしてるかっていうのをちゃんと分かってて、知ってて、理解して意識しながらしないと本当に意味がない。ただの時間の無駄、エネルギーの無駄になってしまいます。どこの筋肉、どこの部位に効くためにやってるエクササイズなのかっていうのをちゃんと理解してやるかやらないかで、そこの筋肉へのアプローチも、そこの筋肉の成長にもつながらないので、ちゃんとそれを教えてくれるトレーナーも大切だし、でそれをちゃんと自分で理解しているのもとっても大切です。なので私もいつもトレーナーに、これはどこに効かせてるやつですか、これはどこに効くんですかとか質問をしょっちゅうしながらエクササイズ進めてます。この間も多分言ったと思うんですけど、最近ハマって見てるビキニコンペティターの人たちの YouTube で、あのショーデイ、大会当日が来た時の日のために、この出場者たち1年とか半年とかかけてこの大会のために頑張ってきてるから、この大会終わった瞬間に自分にご褒美でこのもうチョコレートとかドーナツとかケーキとかめっちゃ買いまくるんですけど、もう前日ぐらいから買ってて目の前に置いて、多分これをモチベーションにも大会を乗り切るみたいな感じだと思うんですけど、最近この YouTube でも私もそういうのをしょっちゅう見るので、私もそればっかり最近考えてます。終わった日にバイキング行こう、ミスドに行こうってばっかり考えて、それをエネルギーにモチベーションに変えて頑張ってます。この間の、あのハイカーボの動画でも話したんですけど、40歳のお腹とか40歳のレギンス姿とか誰もそんなに見たくない、もう見たくないと思うので、私のこの3ヶ月トレーニングプランが終わったら、その後のドキュメントとか、またそこからまた私が新しく始めたプログラムとかは私の個別の HSP とラベンダーのところに移動します。なのでこちらのチャンネルの皆さんは、私と彼の2人とか、彼の LGBT 系とか FTM 系とかのお話がやっぱり気になって登録してくださっている人が多いと思うので、この動画でこのプログラムは終わりです。もしこの後のなんかドキュメント、体型維持とか食事療法とか、もし気になる方がいたら HSP とラベンダーのところに移動して、その後も見ていただけたら嬉しいです。今日も楽しかった。終わり。こんな、こんだから、こんな大きいダムにさ、これ入ってた。バッグジョピー。なんか工具が入ってそうだよね、ドライバーとか。この爆弾。爆弾。工具にも見える、ね。ドライヤーにも見える。ね、この中にアタッチメントが入ってる。マイク。マイクみたいだよね。うん、で、これがそのお尻とか、多分筋肉大きいところかな。うん、痛みを和らげる場合に適してる。これはなんか敏感肌用なんだって。で、これはなんか足の裏とかとか、なんかいろいろ入れてる。こんなとか。これが一般的な使用と全身筋肉のリラックスに適してる。使いこなせる、うん、レベル1。お、1これ、うん、
レベル2中まで来てる。いい感じ。今スカートシフトだね。いいんじゃないこれ。マックスやって2時間持つってよ。そしたらもう自分たちで疲れるまで待って。痛い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 。ほんね。ほんね。これこれ。なんか痛かったよ。親指見て。バグってるっちゃうから、そうか。さっきのトップどっちがいい？どっちもどっちもいいよ。今までさ、いくつかちっちゃい味も試したさ、なんかお試しサイズ、でもあんまり違いがわからんかったわけ、はっきり、でピンとこなかったわけさね、これは全然違う。まず匂いも違う。モスのさ、コーヒーシェイク飲んだことあるか？コーヒーのなんかアイスケーキ、アイスバーをイメージしてみて。全然違うでしょ。あ、飲める？あ、よかったね。これでコーンフレークも食べれる。でも合わなくはないと思っちゃうから。正解だった。初めて珍しく当たるよ。珍しいよね。Hello guys、 ジム終わってきました。3ヶ月やり遂げた。今日はお尻だった。3ヶ月で終わりだけど、そのままジムはあと数ヶ月継続する予定なので、終わりの始まりみたいな。来週からはお尻に特化したお尻スペシャリティのジムのプランに変えることにしました。で、この3ヶ月はシュレッド、絞る、とにかく絞る、体脂肪を落とすっていうプランだったので、来週からまた食事、筋トレの内容も全部変わります。終わった。ミスド行きたい人、はーい、ただいま、ただいま。ミスド食べながら一番最後のまとめレビューしたいと思います。3ヶ月ぶり。まずまとめのレビューに行く前に、筋トレの動画もこれから上げること多分ないと思うので、筋トレの話ちょっと先にします。筋トレ始めたての時の私の一番の間違いで、これとっても大きいことだなと思うので、筋トレ始めたい人ぜひやる前に知っておいてほしいことなんですけど、クランチとか腹筋系かなの時に、体を起こすことでこの腹筋に効かせるんですけど、自分は体を起こしてるつもりだけど首しか動いてない時、首だけがだんだんどんどん痛くなってくる時があります。私も最初そんなで、自分では上げてるつもりだけど、それは全然お腹に効いてなくて、首のストレッチみたいな感じで全然腹筋には結局効いてない。だから首がどんどん痛くなってくる人は、肩を一回ストンって下ろして首を楽にしてから腹筋、下っ腹を意識してやるとクランチがやりやすくなります。結構首が痛くなりやすいっていうの初心者の方にありがちだと思うので、これはちょっと痛かったです。で、やっぱりきついエクササイズの時には体が楽な方へ逃げようとするので、無意識のうちにでもどんどん姿勢がずれてくる。自分が楽な方に偏りたくなる、よっかかりたくなるので、効かせたい筋肉に全然効いてないっていう時があります。なのでエクササイズやっててもう全然余裕でできる、何回でも何十回でもできるっていう余裕に感じる時は、やり方が多分間違っている可能性が大きいです。ちゃんとどこの筋肉に効かせてやってるエクササイズなのかっていうのを考えながら、意識しながらすると絶対楽にはできないはずです。その意識だけ、そこの筋肉の動きをちゃんと感じながらやることで、全然一気にきつくなったりします。その時は姿勢が間違っていたっていうこと。筋トレ始めたばっかりの時はなかなかどの筋肉にどんなって意識するっていうのがちょっと難しい時があるので、あ、こんな話してたな、そういえばあの人っていうぐらいにちょっと覚えておいてほしいなと思います。絶対役に立つ時が来ます。で、本番の自信は出たのか。3ヶ月筋トレしました、シックスパックなりました。あなたはじゃあ自信が出たんですか。そこが問題ですね。外が暗くなっちゃってきたので帰ってきました。第2弾、シックスパックになりました。腕のデフィニション線も今までなかったので
そういうのは見ていて自分でも嬉しいし、自信になるから見せたくなる、写真撮りたくなる、それが見えるような洋服を着たくなる。でもそれはやっぱり自分の体に自信が出てきたっていうことであって、自己肯定感が上がった、自分の自信、自分の中身の自信が出てきたとはやっぱり別の話なんじゃないかなと思います。自己肯定感っていうのは自分を信じる力、自尊心なので、どんなに美人でもシックスパックでも自己肯定感が、じゃあそういう人たちはみんな高いのかって言ったらもう全く別の話だと思います。なので結局美ボディを手に入れた、理想のバディを手に入れたら自信は出るのかっていう答えとしては出ません。結局自分で自分を信じてるか、結局自分で自分をどれだけ信頼して信用して、ありのままのそのままのあなたでいられるかっていうのは本当にもう内側の話なので、シックスパックとは全く関係がありません。私も前まではレギンスで外に出るとか絶対考えられなかった、ありえなかったけど、今はもう全然余裕でレギンスで仕事に行くぐらいです。楽だし慣れたっていうのもあるし、自分の一部にもなりかかってきているので、全然恥ずかしいとか違和感を感じないから平気になってる。もうそれはやっぱり慣れとかがあると思うので、自信っていうか慣れっていうか半々ぐらいだと思うんですけど、多分辞書で引いても出てくると思います。自信っていうのはその物事、何か特定の物事に経験積んでその物事が上手にできるっていう自信、自己肯定感っていうのは自分を信じる力なので、どっちのことを自分は言っているのか感じているのかっていうのをもうちょっと自分の内側とお話しすることが必要だと思います。自分の外見に自信が欲しいっていう場合には、もちろん自分に行って鍛えたり、洋服をグレードアップしたり、メイク学んだり、立ち振る舞いを学んだりっていうので自信は磨けると思います。でも内側の自己肯定感を高めたいっていう、その内側の自信のお話をしている場合にはジムでは治りません。内側のインナーワークが必要になります。チョコレート、やばい美味しそうなの見つけたんです。これは夜後でチャーリーと食べようと思います。あと筋トレしてたらやっぱ一番多く聞かれた質問が、どうやったら継続できますか、自分続かないんです、モチベーションをどうやったらキープできますかっていう質問が一番多かったです。そういう方は一度、なんでじゃあ痩せようと思ってるの、痩せたいと思ったのっていう一番最初の Why、 理由、なぜに戻る必要があります。時間がないは嘘です。時間は自分で作るもの。気づいたらインスタとか YouTube のリールなんか何十分も見てるとかありませんか。関連動画関連動画関連動画って気づいたら 3,40 分経ってることありませんか。忙しいからもうご飯作るのめんどくさいからってマック行ってませんか。そういうところの意識の持ち方です。その時にあなたは全部選択がある。これを今やめて外にウォーキングに行くかとか、忙しくてご飯作る時間なくてもマックじゃなくて佃煮とか煮物とかのお惣菜を買うとか、サラダでもこうもう全部切られて売ってるのとかがありますよね、それにするかとか、選択はあなたにあります。なのでどっちを選ぶかによってそれが自分の体を作っています。わざわざジムに行く時間はない、わざわざは行きたくない、お家でもなかなかできないっていう人はスーパーとかショッピングモールとか買い物に行きますよね。一番遠い駐車場にわざと止める、そっから歩くとか、エレベーターエスカレーター使わない、階段で行く、コーヒーとかティーとか頼んだらシロップは入れない、お皿洗いしてる時にキャフレイズ、ふくらはぎの筋トレながら運動とか、いくらでもこの生活の中にできるポイントは探せばあります。時間がない、忙しいは嘘です。本当に痩せたいんだったら、その痩せるっていうことが本当にあなたにとって意味のあることなんだったら、必ず続けることはできるはずです。多分前のクリップでお話ししてますが、来週からも私はジムは続けます。で、ちょっとこの3ヶ月で体重が落ちすぎてしまったので、体重を増やしながら筋肉も一緒に増やしていくっていうプランになるので、またご飯の内容とかも全部変わります。もし気になる方は
健康に美しくなろうっていうプログラムのカテゴリーを作ったので、もしよかったらそちらでまたこの後のドキュメンタリー見たい方がいたら HSP とトラベンダーのチャンネルもよかったら見てください。ワンアーツさんというヨガウェアやウォークアウトウェアのブランドさんから PR のお話が来ました。今写真に出てると思うんですけど、沖縄ではまだまだ暑いけど、本土だったらもういいぐらいもうそろそろ必要になるジャケットかなと思います。他にも可愛いラインナップいっぱいホームページに載ってるので、ぜひ好きなアイテムをゲットしてほしいなと思います。私のサポートにもなるし、ワンアーツさんのサポートにもなります。私のクーポンを使ったら 20% オフでゲットできます。でイベント時は 5% オフでゲットできます。ぜひホームページ覗いてみてください。概要欄にリンクを貼っています。こちらもワンアーツさんのアイテムになります。コーサーベルト、ヒップアップレギンス、私が選んだのはパープルのカラーで、サイズは S です。でさっきちょっと筋トレ試しにやってみたんですけど、シームレスでとってもすべすべお肌にスラーっとなじむ感じ、全然ストレッチもいいし、後ろのやっぱ交差のベルトが可愛くて私はこれを選びました。色違いもたくさんあって皆さんもきっと気に入るのが見つかると思います。で26日の0時からブラックフライデーセールが始まります。新作も 50% オフがあったりだとか、最大 70% オフのアイテムもたくさんあります。ぜひこの機会にチェックしてみてください。クーポンコード使って、もしくはブラックフライデーセールで可愛いアイテムゲットしてください。このエクササイズ1日たったの2分でとか、これを飲んで3ヶ月で10キロ痩せましたとか、嘘です。そんなものはありません。食事、運動、睡眠、メンタル、すべてにアプローチして見ていく、自分の体を見ていくことで健康的に理想な体を手に入れる、自分がそれになることができます。もし今実際体重を落としたいとか、理想の体に近づくために何か頑張ってるっていう方がいたら、この今言った4つ、バランスよくこううまく自分に合った方法を本当に見つけて、自分だけの知識ではなく、ぜひ専門家の知識もやっぱり取り入れながら、ネットで調べるだけではなくって、専門家の方の知識も取り入れて健康的に理想の体になってほしいなと思います。では3ヶ月見ていただきありがとうございました。バイバーイ。